はいどうも、添えじマックスでーす。ういほっ、はい、GoPro Hero 5セッション気に入って使ってます。手軽だし、なんかこのサイズが実はすごくアクションカメにとってはいいもんなんだなっていうのをちょっとね再認識してます。あとちょっと価格も手頃だしね、これ非常に面白いアクションカメだなと。でまあこれ 4K が撮れるんです。この大きさで 4K 撮れるんだけど、この大きさで 4K 撮れるからちょっと 4K で撮影をねしてきました。ちょっとクリップマウントをね、最近お気に入りのクリップマウントを使ってバイクのいろんなとこにくっつけて撮影をしてきました。実際 4K の画質がどういうものなのかちょっと皆さんに見ていただこうと思います。楽しかったよこれ。楽しいね、楽しいですね、楽しいね。バイクのいろんなとこにくっつけてからね、結構ねゴリってねやっちゃったりしてね、傷がついてます。まあこの傷はアクションカムらしい勲章だと僕は思うようにしてます。壊れなかったしね、この大きさは結構使いやすいんだなみたいなことは感じてます。このカメラ自体の重量もないっていうことはないんですけども、僕が他に持ってるカメラよりは軽いし、あとやっぱ重量バランスですね。重量バランスが多分これスクエアでね、正方形でサイコロみたいな形してるから、多分もうバランスがいいんだと思うんだよな。クリップマウントもフレキシブルなアームがついてるし、それほどキープ力があるかって言われたらだいぶね動いてると思います。ブル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 してるし、それによってアングルも変わったりしてるんですけど、それでもね多分他のカメラをつけるよりはマシなんだろうなと思います。だからね、まあプロテクターは必要だけどさ、やっぱここネジ穴欲しいよね。何遍も言うけど、ネジ穴がここにあれば最高なんだよな。本当にさ、つけてくんねえか、つけれなかったのかな、無理かな。ちょびっとだけここプチってね飛び出してもいいから、ネジ穴ね作ってほしいね。まあまあ、それでも使いやすいと感じる GoPro Hero 5セッションです。 4K の画質もまあそれなりですね。僕が持ってるソニーのハイエンド機に比べたらね、やっぱりねダイナミックレンジとか違うから、グラデーションとかね
コントラストが全然違うなとは思うけど、まあでもああいうバイクの車載映像とかだったら全然見れるかなと思いますよね。全然あんま変わんないかなと思っちゃうな。いや楽しいわこのカメラ楽しいです。すっごく遊んでます。楽しいです。 GoPro Hero 5セッション、またやるぞセッション、セッションセッション、またやっちゃうセッション。